9月6日、フィーバーバスケットボールワールドカップ2023のベスト4が決定した。5日に行われた結果、セルビア代表、フィーバーランキング6位とアメリカ代表、同2位が一足先に準々決勝を突破。6日はドイツ代表、同11位、バーサスラトビア代表、同29位、カナダ代表、同15位、バーサススロベニア代表、同7位、 の2試合が行われた。ドイツバーサスラトビアはリードチェンジ15回の大接戦。ドイツが第4クォーター序盤に広げたリードを詰め寄られたものの、81から79で逃げ切り、アメリカとの準決勝に駒を進めた。カナダがスロベニアを100-89で下し、ワールドカップで初のベスト4入り。接戦となった前半を50-50の同点で終えると、 後半も勢いままに50得点を積み上げた。準決勝はセルビア vs カナダ、アメリカ vs ドイツの2試合と、アメリカ大陸の国とヨーロッパ勢がそれぞれ争う形に。7日に5、8位決定戦、8日に準決勝が行われる。フィーバーバスケットボールワールドカップ2023、決勝トーナメント試合日程、9月7日から10日。9月7日、5から8位決定戦。 17時45分からイタリア vs ラトビア21時30分からリトアニア vs スロベニア9月8日準決勝17時45分からセルビア vs カナダ21時40分からアメリカ vs ドイツ9月9日56位決定戦78位決定戦9月10日決勝3位決定戦